お、自動ドアだ。お、BB が喜んでる。で、ここね、どうやってこうね。頑張ってください。サム、ハートマンも湖の話をしていたな。そのハートレイクがテロの傷跡だ。ハートマンの妻子を奪い、ハートマン自身にも変化を及ぼした。彼は心肺停止状態が21分間続いた。死ぬ可能性もあったが、ハートマンは生き返った。その時低体温療法の最中だったおかげだ。その21分間がその後の彼のライフサイクルを変えてしまった。もともとドゥームスだったが、その事故で能力のレベルが上がったに違いない。ビーチに行って家族を探す彼の人生が始まったんだ。サム、すまなかった。せっかく私のラボに来てくれたのに、君を見送ることもできなかった。その時も話したが、この一帯には DS 以前の絶滅の記憶が眠っているんだ。そのせいなのか、 BT の目撃情報も多いんだ。私のラボに BT の模型があっただろ。目撃情報を元に作ったんだ。あくまでも目撃情報を元にしたものだ。実際に見たことがある君には違和感があったかもしれないな。ジップライン立てながら行きましょうか。これもう動いてんの？ヒートなんとか、なんだっけ、ヒートユニットか。完成しました。特製料理だって。まあ、登れるとこまで登ってって感じか。あの辺かな、立てるとしたら。意外とね、距離離れててもジップライン通じるってことが分かったので、ランガ行っちゃおう。よし、そうね。で、もう少し行くと通信エリア外になるはずだ。だね。あそこがいいか。ここに一個立てるとどうなる？よし、まあいいか、立ててみよう。通信容量が不足。え、なんですと？マジで？わかった。そんなことあるとは思わなかった。え、なんか何かをなくせば増えんのかな。セーフルームとか余計な発電機とか取っちゃえばいけんのかな。まあまあ一回行こうか。では登ってこう。あっちね。山越えで OK？ 山越えでしてっか。大した坂じゃない。マジか。スピリチュアリスト。そしてここから通信街です。ここですね。なんだと？こんな山でも出んの？おっとっとっと、おっ、飲むか。なんかまた声が聞こえんな。出ない？とりあえずオドラデクは反応してないけど、
うっち。おかえり。おかえり。ありがたい。お前がいないとな。こうやって見えるわけだな。まさかこんなところで。あ、整頓できねえ。あ、いいのか。今のところいないぞ。やばい、ロープも持ってない。いけるこれ。近くにいる？向こう。いや、まさかこんなとこで出るとはな。近い。いたいたいた。投げちゃうか。グレネード。どうだ？上？あれか？あれだ。投げちゃえ。まだいるな。いいぞ。もういねえかな？これハートマンか。ハートマンちょっとさ、親密度上げないと通信量が不足してるんで。あ、手形が。これなんだ、橋。あっちの方。めっちゃいる、めっちゃいる。やばいやばいやばい。スプレーは？うわ、使い切りそう。それ取ろうか。まだ音楽あるな。医者、医者か。ちょっと遠いな。まあでも行けっか。ここ一体なんだ？建物みてのが見えるけど、こういうやつかな。とりあえず早く行かないとやばそうなんで行こう。やべえな、重そう。もういないんじゃない？いや、ちょっと音するな。
いるな。近い近い近い。どこどこどこ。うっとっとっと。なんだ、いつもと見た目が違うというか、なんか強そうじゃない。強いとかある BT に。色が、いやこれ新種だろ。新種っぽいね。よし逃げよう。撃ってもいい？え、なんか全く意に返さないというか、倒せんの俺。ヘッドショット、いやこれは違うくせえな、なんかな。よし逃げよう。これはやばいやつだ。で目的地が左の方か。近い近い近い。いた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 。あれか、いるかい？いるんだろうな。こっちから行こう。やばいな、スプレー。終了です。これ捨てられんのかな。スプレーを置く。よし、よろしく。ラッパ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 ッ。近い近い近い。近いな。あの辺はいいや。多分倒せるやつだが。ああ、いるね。強化タイプいるね。手錠カッターでしか倒せないとかなのかな。あいつあいつ、やばいやばいやばい。もうスプレーねえんでさっさと向かおう。結構遠いな、まだあれか。行こう行こう。うった、やっぱ立っちゃダメ立っちゃダメ。もういいかい？立っていい？なくなった。バッテリーもやばい。行くぞ。抜けたでしょ。これはなんだ？建物だ。ああ、バイバイ。いやー、ホワイトアウトだ。さっさと行かねえと。道案内？道案内だね。前が見えねえ。もうちょっともうちょっと。
うわ、何も見えねえよ。やばい。低下、これどのくらい、どのくらい低下してるんだい。壊れちゃうね。急ごう。2個必要だったね。音楽的にはもうつく感じ。どれだ、あれか。もう少しだ、頑張るんだ。あれを超えればハートマン。もうちょいもうちょい。バッテリーギリギリ。持ってきました。お疲れ様です。荷物を納品します。サム・ブリッジズ、ありがとう来てくれた。実はここのところ情緒不安定で嫌な悪夢を何度も見ていたんだよ。もしかしたらこれは君たちドゥームスが見る絶滅のかと、発掘調査の疲れのせいかと思っていたが、まさかカイラ汚染されているとは思わなかった。放置していたら自殺衝動を起こす可能性もあった。今死ぬわけにはいかない。研究はまだ終わっていないんだ。でも君のおかげで大事には至らなくて済みそうだ。荷物の状態を見ればわかる。君がどんなに優れた配達人か。ありがとう。さあここは何かくれんのかな。繋がった。ほう、ロープ用パイル、やっとレベル2。ここも UCA とつながったわけだ。失われた過去の研究データを見ることもできる。ビーチの化石の分析もさらに進められる。ビーチの化石を科学的に検証することもね。6550万年も前の地層にカイラリウムがあるなんておかしな話だろう。だとすれば今と同じようにデスストランディングが起きていたことになる。その大量絶滅も DS のせいだなんて。カイラル物質は人類が現れる前の地球にも存在していた。その地層が証拠となる。これを見てほしい。黒い亀裂があるだろう。カイラリウムはここから検出されたと考えられる。地震が起きるとその断層部にもたらされた摩擦熱によってシュードタキライトという層が組成されることがある。それは地震の化石とも呼ばれている。それに習えばこの黒い亀裂はビーチの化石ということができるだろう。カイラリウムが地層の形成に何か影響を与えたんだ。つまりこれは白亜紀末の絶滅期にビーチが現れた痕跡ではないか。これだけではない。カイラル通信がつながったことで他の絶滅期の地層でもビーチの化石が示唆されていたというデータが普及してきている。
ビッグファイブをはじめとする大量絶滅期にはビーチが毎度出現していた可能性がある。君がカイダル通信をつないでいってくれることで、さまざまなデータが復活し、一人ずつの研究の成果が一つになっていく。今まで失われ断片化し孤立していた全てが復元され、解明されるのも時間の問題だろう。これは素晴らしいことだ。ありがとうサム、この先も君に期待しているよ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。では一回帰りつつ、余計なものは納品して、ハートマンのはいいや。これはここのやつ？違うな。ハートマンの2つは託さない。あとは託す。荷物を納品します。ではまたジップライン設置しつつ、設置しつつ、なんだ動かせないぞ。あ、動いた。何だったんだ。設置しつつ帰りつつハートマンとこ戻って、ちょっと一回ね、やっぱね、パイルスケルトンが欲しいわ。であとあれだ、スプレーが、うわー足んね。カイラル化粧か、なんかリサイクルすればこれとかリサイクル、あとこれもちょっとするか、200ぐらい。ありがとうございました。で、スプレー作ろう。一個でいいかな。では一回ハートマンのとこ帰って、で、なんだっけ、ロボット工学、あ、なんか依頼あったら受けておくか。ロボット工学の依頼を受けて、パイルスケルトンのいいやつをもらいたい。とりあえずハートマン、そういうの受けたいんだけどね。まだジップラインが設置できてないんで、これ受けていけます。行きましょう。では依頼が受注されました。セーフルームがあって、ここがハートマン、ジップラインは上からやった方がいい、この辺に一回行った方がいい。うわ、どういうルートがいいんだろう。頑張るよサム。頑張ってください。ありがとう。バッテリーやべえな。ちょっと充電器1個。これ1個欲しいわ。三、残念だが。ごめんよ。そこには建設物を作成できない。ごめんよ。ここで。センサーポールで囲われた敷地の外側に建てるんだ。で、ジープラインを置く場所を選定しよう。一個ここ置いても頂上行っちゃおうぜ。いっぱいはしごあるから行けるんじゃないのこれ。もう直線的に行こうぜ。ジープライン。この辺でやっちゃおう。カイラル通信が
容量ってなんか遠隔でなくせねえかな、橋とか。なんかこのエリア内でしょ、こういうのなくせば。廃棄ってどうやんだ俺、できねえのか。近くまで行って廃棄ってやんないとダメ？ダメだよね。そうなると特急シェルターとか壊したくねえよな。あ、これ破棄できんね。いっか、破棄すると あ、そうなの？他の世界影響ないんだ。ってことはやっぱり単純に通信量が足んない。俺全然置いてねえのに。そうなんだ、そんな通信量食うんだジップラインって。どのくらい食うんだ俺、わかんねえけど200とかが。そう、うわー、どこで見るんだ。通信全然置けねえんだここ。そうか、これを見ればわかる、通信量。うわー、これバンバン上げなきゃダメだね。よし頑張って戻ろう。ってことは普通に戻ろう。普通にこれどうやって来たんだっけ。ここだよね、裏だよね。よし、まっすぐ行こう。その橋はなんだ、乗っていい俺。乗るとどうなる。あ、これノーマンモデルか。これは合ってるんだろうか。いけそうだね。ロボット工学、それは届けたい。あ、俺が捨てたやつか。まっすぐ行っちゃっていいのかな。大丈夫そう。あっ、よし降りてこう。そりゃ無理だわ。夜この辺で切れるってこと。これで、あれ、それ切る。こいつもいる。切る。行こうか。あった、やばいやばいやばい。しかもスプレーかけなきゃ。やばい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 。よし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 、前にいる。
おった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 。めっちゃ近くにおったわ。スプレースプレー。あっ、下にいる。BB がでスプレーしよう。スタミナだ。あー抜けただろう。すごいブレてる。でうわー、なんかめっちゃ外れたぞ道を。だだだだだ。行くぞ。セーフルームがあって、方向は？右の方、あっち、あれか、あれか、よしよしよし。いけるか？育児用品だって重要でしょ。おむつとかかな。持ってく。あれだ。うわ、抜けた抜けた。やばい、ケースが。やっぱ減りが早いね、すっごい。うわ、パワーグラブが壊れる。やっとここまで帰ってきた。なんかあるかい？大体もらうだけ。はしごか。まあいいでしょう。行くぞ。そうだ。とりあえず落とし物を届ければまた通信量上げてくれっかな。料理だ。やべ。おっと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 。もうちょい。誰かのはしごだ。あっつ、取り逃した。スタミナ、あ、うん、飲めてなかった。持ってこうか。だだだだ、やばいやばいやばい。ダメージ。結構やばいな。
おっと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 おおおおおおそんなにそんなにやばい。もうスタミナどうよ。そこまでめっちゃ減ってるわけじゃないんだが、重たいのか。やばい、スケルトンだ、スケルトン。ファイルが欲しいな、早くね。ファイル2が優先だ、優先。ここまで乗りつけた人がいる。それはどうかと思う、そのロープは。ああ、納品だ。星さんに行けば通信料が上がる。お、3になったっぽいが、 BT のホログラムこれか。400増えただけ。どうなんだこれ。はい、ブルほう。あと納品しよう。落とし物、ロボット工学には持っていきたい。これだけ託さないで、あとは託そう。さて、というところなんですけども、かなり荷物ね、反物質爆弾とかやばそうなんで、あのロボット工学の依頼を受けて、でパイルスケルトンのレベル3までが望ましいよねっていうのをやろうか。ハートマンからだと近い？そうでもねえな。あー、まあどっちからとも変わんねえか。なんていうのをやりつつ、今回はここまでにいたしましょう。残ってんのが、古生物学者への反物質爆弾ね。反物質爆弾。そうか。またあれを持ってくのか。結構しかも遠いしね。ということで今回はここまでにいたします。また次回。それではまた。